してるコン、なんか小物入れ、ちょっとわかんないですけど、可愛いですよね。まずこれ見た目がジャンプっぽくない、セーラームーンみたい、セーラームーンみたいだって。何もわかんない、セーラームーンみたいな、わかんない、あんまり。で、ここ開けると鏡になってるんですよ、ここが。ここが鏡になってて、ここがもともと開く予定だった、開く予定というか開くんですけど、本当はけど武装がここ壊して、ここ開かなくというか取っ手がこれ外れました。武装のせいです、これは。接着剤で止めれるの？あ、止めるかもしれない。あ、あるよ、接着剤。そうなの、止めよう、止めます。あって、かわいいですよね、ここさ、あの、ほら、ここさ、ヘッジジャンプって書いてあって、かわいいですね。これ、まず第1つ目です。そして2つ目。こちら、今のが第3位で、これが2位。いや、だから10位とか食えないから。あー、ただ、3つ、お気に入りの3つ。3戦、みたいな。3戦。そんな険しい顔で言わんでも。はい、ということで、第2戦、中国ですけど、こちらの、スマホ系です。こちらはですね、2017年の、あの、10周年の時のグッズのやつです。可愛いですよね。こう白にゴールドのものが、あの、好きになります。これで。おしゃれですよね。で、これは一応本当の本物の砂時計で、ここが砂で、ひっくり返したら砂時計になります。で、これは3分間測れるそうなので、まあ、3分間でジャンプの良さを語らないといけないみたいな状況に陥った時に、これを持っておけば安心という、とても便利なグッズです、ね。じゃあ、陥らせればいいやん。自分のこと。今度、3分でジャンプを語るっていう。そういうこと？うん。自分で陥らせればいいやん。そう、っていう時に、陥った時に使える、あれですね。可愛いですよね。なんか可愛いです。飾ったってなんかおしゃれやなってなりそうな感じのグッズですね。可愛いです。可愛い。そして第3戦、こちらはですね、まあ、他のグループでもあるかもしれないんですけど、クルスケですね。私の話はクルスケです。クルスケですね。なんかこれ友達からもらったネックレスなんですけど、人間用のネックレスなんですけど、なんかくるくるして巻いてネックレスにしてます。これは自分のクルスケだよっていうのをするために巻いてます。かわいいですよね。なんかやっぱ、これもともと八乙女くんがデザインしたものなんですけど、なんかそういうキャラクターがあるのが嬉しいっていうか、持ってたらかわいいし、つけていけないって、もう家にずっと置いてあって、なんかかわいいなーって思いながら毎朝学校に行きます。かわいいですね、クルスケ。かわいい。以上になります。ジャンプのですね、ジャンプのグッズ以外にも他にも、なんかいろんなかわいいグッズがあるので、ぜひ教えてください。まあ、なんかおすすめのグッズとかがありましたら教えてください。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方お願いします。 See you next time! です。なんかよくわからんの、最後は始まらんな。ございました。